もうリリーがね、こんな態度だったらこっちにもね、考えがあるよ。はい、じゃあちょうどいいところにね、そこにバケツがあるから、そのバケツ取って、はい、じゃあそのバケツ持ってそこで反省あざーいい、終わるまでこのまんまだよ。はい、じゃあリリーはほっといてね、こちらまんまさんにはたくさんご褒美あげたいと思いますよ。はい、じゃあ今回はね、もうギリの分まで食べちゃってるよ、ね、はい、ちょっと落ち込んでるようですからね。はい、じゃあギリはほっといてね、じゃあ次に入っちゃおうかね。じゃあ自分たちの席に戻ってよはい、そしたら最高やね、お顔に見せるのが見せるのですね。はい、じゃあ分かりましたよ、もう戻っていいよ。全く障がありませんね。